はい、皆さんこんにちは。チャーリーです。よろしくお願いします。今年もやってきました。今年はですね、50周年記念ということで、今日はですね、素敵なパートナーを連れてきました。紹介します。パンダちゃん、お願いします。はい、ね、皆さんびっくりされてると思いますけどね、あの正真正銘のパンダちゃんですね。今日はあのこういうイベントなので、ね、お子様が多いと思って、あのパンダちゃんを上野動物園からあの連れてきたんですけどね、意外と見渡す限りこのなんかあの同世代の方が多いなって感じでね。はい、まあ、そんなことでですね、今日はあの50周年記念ということですので、まず最初は、50年前のアニソンメドレーから行ってみたいと思います。では聴いてください。お尻の小さな女
かしいですね。キャンディーキャンディー、バビル2世から、ベルサイユのバラ、キューティーハニーね、4曲続けて歌ってきました。全部ご存知だったかな。おお、やっぱりね、ご年配の方が多いですね。パンダちゃんこれ全部知ってた？5歳なんでよくわかんないです。ああ、生まれてなかったかもしれませんね。はい。ということで、ね、次はパンダちゃんのね大好きな、またこれねアニソンっていうかアニソンなんですけども、スタジオジブリの、曲ですね。天空の城ラピュタというねアニメ、皆さんご覧になったことあると思いますけども、そのそうね、ごめんなさいました。急にバルスってなんかね。メガーってやつですね。はい、主題歌で、ね、君を乗せてという曲を聴いてください。Thank you.
ました、ね、天空の城ラピュタ、好きでしたね僕はね。あのシータって女の子がねすごい可愛くて、あの当時恋をしてましたシータに。ね、パンダちゃんは好きなシーンとか。あ、いいです。パズーって、パズーの声優さんってワンピースのルフィの声優さんと同じ方で、パズーの時は僕は海賊にはならないよって言ってたんですけど、ルフィになったら海賊王に俺はなるって言ってるっていうところがアニオタとしてはツボでございます。はい、すいません、わからない話してます。はい、そうしたか、はい、ね、まさか何が飛び出すかわからないですけど、はい、そういうことでした。ではですね、最後の曲歌ってみたいと思います。で最後はね、爽やかに、コメコメクラブのロマン飛行聴いてください。まずの方が、はい、今読み込んでください。では失礼します。